2月16日よりネットフリックスにて配信がスタートした39歳。配信を待ち望んでいたファンは多いのではないでしょうか。家族のような親友3人組、美女、チャニョン、ジュヒ。40代を目前にした今、それぞれの愛の人生、そして突然降りかかる悲しみに強い絆で立ち向かう心温まるヒューマンドラマです。ソン・イェジン、チョン・ミド、キム・ジヒョンという3人の豪華女優が主演となり、制作発表の段階で話題を集めていました。今日は3人の豪華女優ではなく、そのお相手役を演じている3人の男性キャストを紹介します。ソン・イェジン様演じる美女の皮膚科で働くことになるキム・ソヌ。彼を演じるのは俳優ヨン・ウジン様。現在37歳でソン・イェジン様より2歳年下になります。モデルとして活動を開始した後、2009年に映画ただの友達かでデビューしました。知名度を上げたのはドラマおじゃっきょの兄弟たち。2012年にドラマ普通の恋愛で KBS 演技大賞を受賞、トップ俳優の仲間入りをしました。その後恋愛じゃなくて結婚、離婚弁護士は恋愛中、内省的なボスなどに出演し、ラブコメの王様というあだ名もあります。他にも星から来たあなたや7日の王妃、君の歌を聴かせてなどなど数多くの出演作品があります。ちなみにキスシーンが素敵なことでも有名です。優しいキス、感情的なキス、特にドラマ男が愛する時では女優シン・セギョン様を相手に過激なキスシーンを披露し話題を呼びました。これからソヌと美女の行く末に注目です。2人目はチョン・ミド様演じるチャニョンと不倫関係にあるキム・ジンソク。彼を演じるのは俳優イ・ムセン様。現在41歳。ドラマでの役柄通りチャニョンや美女より年上です。大学卒業後、映画放課後の屋上でデビューしました。2007年ドラマ白い巨塔への出演で演技力が評価されます。白い巨塔、密会、よくおごってくれる綺麗なお姉さん、ある春の夜にと同じ監督の作品に4回も出演していることでも有名です。知名度を一気に上げたのは2020年夫婦の世界でした。その後はネットフリックスの静かなる海にも出演しています。本作ではよくおごってくれる綺麗なお姉さんに続き、ソン・イェジン様と2回目の共演になりました。役柄のジンソクはチャニョンと不倫関係を続けており、煮え切らない態度ばかりであまり好きではないですが、今後どうなっていくのか見守りましょう。最後はキム・ジヒョン様演じるジュヒが出会うチャイナタウンのシェフパク・ヒョンジュン。彼を演じるのは俳優イ・テファン様。現在26歳。他のキャストに比べると若めです。身長188センチと超高身長なのも特徴。彼は俳優5人で構成されたグループサプライズのメンバーです。他のメンバーにはソ・ガンジュンさんなどがいます。ちなみにそのスタイルの良さと整った顔立ちから、高校生の時から YG や JYP といった大手芸能事務所にスカウトされていたそうです。15歳の時からモデル活動をしており、2013年放課後サプライズで俳優デビューしました。その後内緒の恋していいですかやダブル君と僕の世界、黄金の私の人生、キム秘書はなぜそうかなど多くのドラマに出演しています。キム秘書はなぜそうかではパクソジュン様の兄役として出演していましたが、記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。まだまだ恋愛には発展していないジュヒと、これからどうなっていくのか楽しみです。ドラマ39歳はまだまだ4話までしか配信されておらず、これからどんな展開になるのかワクワクするようで怖くもあります。あと8話、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。